皆さん、こんにちは。レックセン2講師のあ田です。それでは、FP3 級本試験、2021年9月の公表を始めていきたいと思います。では、まず、本試験を受けられた方、皆様、お疲れ様でした。 でこの度ですね、まあ、あの問題が、えー、実施団体から公表されましたので、まあ、それをもとに、産、ま、休、あの場合はもう、あの採点も全,全て出ておりますので、まあ、今回は、まあ、ただ念のためなんですけれども、まあ、回答の確認と、あとは、えっ、ー、と、まあ、 おそらく3級で終わるということではないと思うので2級、まあ、へつなぐためのですね、まあ、こういうところはしっかり理解しておいた方がいいというようなところをですね、まあ、科目1科目15分ぐらいずつでお話ししていこうかなという,ふうに思っておりますのででは早速ですね、えー、と共通の、えー、まあ教会でも、えー、近在でも共通のですね学科試験からいきたいと思いますのでそうしましたら、えー、問題の、えー、まあこれ 1> 第1問と第2問30問ずつ分かれておりますのでこれすべて1問1点ということなので36問以上36点以上で合格ということになっていますので最初に科目ごとに回答だけ申し上げていきます。でこちらなんですけれども、 まあ回答、丸が1で×えが2ということになってますが、ちょっと分かりづらい、1と2だと分かりづらいので、えー、と丸×という形で最初の前半30問は申し上げていきたいと思います。では、えー、第1問のカッコ1から括弧5までいきますと、括弧1が×、えーと、カッコ2が×、えー、カッコ3が×、カッコ4が丸括弧5も丸と、次、括弧6から括弧10、えー、これリスクですが、 マ、えー、ですねコ、えー、6がマルカ括弧7が丸、ルカッコ8が×。 がが丸、10が丸となってます。続いて11から15のところですが、11が丸、12が丸、13が×、14が×、15が丸と。続いて16から20のタックスです。16が×、17が丸、18が×、19が丸、20が×と。 続いて、二十一から二十五の不動産です。括弧二十一が×、括弧二十二が丸、括弧二十三が×、括弧二十四が×、括弧二十五が×と。続いて、二十六から三十の相続ですが、括弧二十六が丸、括弧二十七が×、括弧二十八が丸、括弧二十九が丸、括弧三十が×というような形になっています。 続いて、第2問目の第2問ですが、こちら3子択一ですので、そのまま1、2、3のいずれかを申し上げていきます。では、31から35ですが、31が3 32が2 33が2 34が1 35ががががが続いてからのリスクです

続いて51から55の不動産ですが、51が1、52が2、53が2、54が3、55が2となっております。 続いて、56から60の相続ですが、過去56が3、過去57が2、過去58が2、過去59が3、過去60が3というふうになっておりまして、これすべて1問1点ということで、36問以上を正解で合格というふうになっております。ちょっと解説というか、あの、公表について後でまとめていきたいと思うので、続いてですね、 日本 FP 協会が実施いたしましたし資産設計提案業務の回答だけ簡単に見ていきますが、その前に、こちらはですね、問題が20問で、すべて1問5点という配点になっておりますので、まあ、ですから12問以上正解だと合格、60点で合格ということになるので、12問以上取れればということで、こちらはすべて3、4、1ということになっております。では、まず問1からいきますと、問1が1、 えー、問2が3。問3が3。問4が2。問5が1。えー、問6が3。問7が1。問8が2。えー、問9が2。問10が3と。続いて問11からですね、また続けて10問行きますと。えー、問11が1。12が1。13が2。 14が1、15が2、えー、続いて16がですね、3、17が2、18が2、19が2、20が3ということで、こちら12問以上で合格ということになります。でこちらもちょっと後でまとめて公表しますので、一旦これで終わりにしまして、最後に金材のですね、えー、と、 個人資産相談業務の回答を申し上げていきたいと思いますで、こちらも今の試験の場合はですね まあ、よ試験の翌日の10時にですね、回答がアップされまして、えそこのところにですね、えっ、ー、と、まあ、通常、大門のところは全部10点って決まっているので、その中で1問が4点、残りが3点という形で、まあ、例えば334とか、343、えー、とかいう形で10点満点で、えー、気をつけていただきたいのは、あの通常は、えー、学科試験も先ほど見た協会の実技もですね、6割以上で合格なんですけども、 では合格取れないことがあります、えー、なぜかというと3点すべて3点だったらですね、えー、と6割だから15問の6割なので9問ですで9問なので3る9で27点ということで30点達しませんのでですからもし問題数で考えるならば10点、えー、10問以上で合格です10問以上取れれば合格、まあ、点数、まあ、4点のところ効率よく取れれば、えー 9問とかでも合格できるということになりますので、えー、そうしましたら、えー、簡単に、簡単にというか最初に回答だけ申し上げていきます。では、えー、第1問の l、えー、ライフの問1からですが、1番、問1が1、問2が2、えー、問3が2となっております。でちなみにこちらでは、えーと、問2が4点ですね、問2が4点となっております。 続いて第2問です。金融ですけれども、問4から行きますと、問4が2点、ごめんなさい、問4が2、問5が3、問6が2となっておりまして、こちらも真ん中の問5が4点と、問5が4点となっております。続いて第3問のタックスですが、問7が3、問8が2、問9が1となっていまして、問9が4点という配点になっております。 続いて第4問の不動産ですが、えー、と問い10が2、問い11が3、問い12が1ということで、今回は問い10が4点という配点になっております。続いて第5問の相続ですが、問い13が1、問い14が3、 問い15が1ということで、こちら問い15が4点という配点になっていまして、先ほど申し上げたように、問題数で考えれば10問以上で合格、で配点の場合、先ほど申し上げたように、ちょっと科目によっては、ですね、えー、と真ん中の科目とか3番目の科目とか、まあえー、1問目の科目もありますので、ね、だからすべてに4点が散りばめられているので、まあ、点数でいくと、30点以上なんですけれども、えー、問数だとえ確実なのは10問以上となっておりますので、ちょっと そこのとこですね、えー、間違いはないようにしていただければと思います ははいでは、えー、これから、ですねちょっと、まあ、あの実際に問題を見てから解いてみたんですけれども、まあ、あの今後の2級につながるようなところで、えー、お話ししていこうかなというふうふに思いますのであの3級で高得点取れた方がじゃあ2級ですぐに高得点取れるかというと、えー、そうではありませんで、えーまあ、どんなことかというと、まあ級えー、3級の場合は例えば、えー、最初の前半の大門は丸伐ですから、まあ、分からなくても、えー、50%の確率で正解が取れると。でまた、えー、後半の、えー 30問も3試択一でだいたい3試択一ですけども1つはすぐに外せますので要は2択の話ですからこれもわからなくても半分どっちかで当たるということになってくるんでまあ、あの3級で高得点取れても2級で高得点取れるわけではありませんのでまあ、こういうところしっかりちゃんと覚えてくださいねとこういうところやっておけば2級にいてもすぐに合格点取れますよというところになるのでじゃあそういうところをちょっとお話ししていこうかなというふうに思います はいで。例えばなんですけれども、ちょっと科目で言うと、まあ、第一問の、えー、括弧1から括弧五5がライフということになりますけれども、えー、例えばなんですけれども、 えー、ちょっとカッコよのところですね、住宅ローンに関しての話ですが、えー、住宅ローンの総返済額は借入額、えー、権利、えー、借入期間、えー、等の条件が同一であれば、通常は、元金均等返済よりも元利均等返済の方が多くなるというふうになっていますが、 まああの元利均等というのは、例えば10万の返済の中に利息と、元金が含まれているで、元金均等は例えば、今10万で言った、例えば、元金は8万なんだけど、そこに初回が一番利息が高くて、どん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 ,どん利息が少なくなっていくという右肩下がりのものになって、総返済額で見れば、間違いなく、元利均等のほうが多くなりますから、まあ、これは当然の内容かなと思うんで、これはぜひ正解を取っていただきたいなというふうに思いますし、 括弧5番の教育ローンの話ですけども日本、日本政策金融高校の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は、これ、重複して受けられないとありますが、まあ、期間が違いますから、通常で考えれば、これは期間が違うんだから、重複可能だろうというふうに考えていただければと思うので、それで大丈夫かなと思います。で続いて、括弧6から括弧10のリスクのところですが、例えばなんですけども、括弧6の、まあ、これは個人の方だとなかなかですね、関わる機会ないかもしれませんが、 定,増定期保険というものがあって、これは前半のところですね、まあ、死亡保険金額は所定の割合増加する、これ間違っていませんが、保険料は期間、えー、保険期間を通じて一定であるということで、えー、そうです、これ、まま、丸ですね、えー、これ、丸なのであの、確か2級でも同じような選択肢があった今回あったと思うんですけども、あの定増保険の場合は、保険料は一定だけども、ただ通常は、えー あの通常の定期保険に比べて保険高くなります。高いところで一定だということになりますので、保険料自体は同じ、えー、最初同じでも、ですね定増は途中でどん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 、えー、保険金がかかってきますから、保険料は高くなるというところになります。ははいあとはですね えー、例えばあと過去の地震保険は、もうこれはだいぶ前に改定が行われましたが、まあ、4タイプ、全損、大半損、小半損、一部損というところになってますので、まあ、これは大丈夫じゃないかなというふうに思います。 続いて金融のところですが、11から15のところですが、ちょっと見たときに、これ、2級でもまあオーソドックスな選択肢が出てくるのが、ちょっと括弧コ13見ていただきたいんですが、一般に市場金利が上昇すると債券価格は上昇し、市場金利が下低下すると債券価格は下落すると書いてありますが、これ、正反対ですから、市場金利が上昇すると債券価格は下落し、市場金利が低下すると債券価格は下落。 上昇するという逆になってますから、まあ、これは2級に行ったらもう絶対に理解しておかなければいけないところなので、カッコ13これ間違っているということで、これ典型的な選択肢なので、これはぜひこの機会にですね、頭に入れていただきたいと思いますし、まあ、あとは括弧十15番の外貨預金は預金保険制度の対象にはならないというところも一般的な話かなと思うんで、まあ、ここのところはそういうふうに解いていただければと思います。 で16から20のタックスなんですけれども、まあ、過去16は古い内容ですね、以前は確かに月額10万円までは非課税で、10万超えたら給与所得ってなってましたが、今、15万になってますから、それが間違っていますし、あとは。 あの18番のところですが、医療費控除の話がありますが、医療費控除については所得要件ありませんから、こちらについてはですね別にえ妻の合計所得うんぬんという話は関係ありませんと、あとは20番でワンストップ、これ、ふるさと納税の話ですが、これはえ件数の話だって、金額は関係ありませんので、件数がえ年間5件というところですから、そのくらいかなというところになります。 はい続いて21から、えー、25のですね不動産というところなんですけれども、まあ、例えば21番も基礎的な話で、えー、土地の登記記録の表題部には、えー、所有権に関する事項が記載ということであの所有権に関する事項が記載されるのは工、えー区,ねえー、区のところになってきますので表題部じゃありませんので。 えちょっとここではありませんよと、まあ、ちなみに、オツクが定答権が記載されるという形になります。えー、あとはですね、うーんまあちょっとあとは、23番も簡もな完全なる定義問題かなと思うので、大丈夫かと思いますので、ああ要積率とぺい率の定義はしっかり覚えておいていただければなと思います。 では26から30の相続なんですけれども例えば、過去28番の2割加算のところは通常はです、ね、第30位の相続人はです、ねまあ、2割加算対象になってきますので、まあ、今回、兄弟姉妹だと2割加算の対象になりますよとです、ね。 とというところですねあとは孫も29についてはもうこれ当たり前ですが3000万プラス600万かける法定相続人の数というところはもうこれ覚えてもらっていると思うのでできるかと思います。 はい、で、ま、○×、あ、はこういう形ですがバツとこれからまあ第2問の3子択一を見ていきますがあの自分がもし聞かれたらなんですがどっちが難しいですかと聞かれたら私は生語問題の方が難しいと生語問題は知っていれば解けますが分からないと解けないですから3子択一は何とか。まあ,あの、 選択肢のところからとかいろいろな兼ね合いで意外と3・4・1のが点数取れると思うので、まあ、ポイントだけちょっと申し上げていこうかなと思いますでは第2問のところですが括弧三31これは2級でもしっかりやらやれなければいけないところなので可処分所得ですがこれ自由に使えるお金ということになってきまして、まあ、資料を見たら給与収入があって所得税、住民税さらに社会保険料ここまでがですね考慮していくもので生命保険料は結局これは自分でいくら生命保険に加入 するかの話なんで、これ、関係ありませんから、えー、とまずは、この場合、あとはですね、えー、実際のところはですね、えー、考えるのは入ってきた額面から所得税、住民税、社会保険料を控除、えー、していきますので、700から60と100万引くと540万というふうになるんで、えー、給与所得というのは関係ないので、ここではあくまでも額面の金額から、えー、所得税、住民税、社会保険料を控除したものが、可、え、処、ー、分所得ということになります。 あと、括弧32。えー、これちょっと別の機会でもお話できると思いますが、任意継続費用検証については、これ全部2がつくと覚えてください。2がつく。それは、えー、20日2ヶ月2年ですね。 えー、20日2ヶ月2年となっているので、そうすると今年間の話なので、えー、もうこれはもう2番の2年間しかありませんので、まあ、ちょっとここだけだとわかりにくいんですが、えー、っと、まあ、そういう,うに日付、えー、まあ、20日間2ヶ月2年というのがあればわかりやすいかなというところになります。 はい、えー、では、ちょっとこれぐらいにしまして、次、リスクですね。えー、リスクのところなんですけれども、まあ、先ほど、個人賠償の話ですね、例えば自,転自転車の話で、えー、自転車保険に加入してくださいというところがあったりしますが、別に自転車保険に加入しなくても、個人賠償入っていれば賄えるんですが、まさ,まさにこれがそうで、えー、例えば39のですね、 1>, 1番、まあ、プライベートな買い物中に店の商品を割ってしまった場合対象になりますし、え自転車ので通学中ですね、これ通勤じゃありません、通勤というか、通学中であれば特に問題はないんですけれども、これが業務上だとえ問題があるので、まあ、業務中え、例えば、例えば何かの配達中にですね、歩行者と衝突してえ怪我させてしまったら個人賠償は使えませんし、過去3番、職務の遂行上にえ顧客の服を汚してしまいこれはもう職務の遂行です。 これはもう業務上の話なので個人賠償は使えませんので、まあ、39は3番が正解だということになりますあと40のです、ねえー、先進医療の話ですけれども先進医療はつどつどですね内容変わっていくので、えー、まあ契約時点とかそういうことは関係ないですただし金額は加入時の金額が決まるので例えば1000万の時に入れば最大1000万で2000万の時に入れば2000万みたいな形になってますので、えー、基本はそのような形になります では、41から45の金融なんですけども、えー、可能であれば、42度ですね、この表面利率のこの最終利回りですね、最終利回りの計算式、必ずこれを覚えてください。えー、これ覚えておけばすぐできるので、えー、実際には今回は、え、分母には102円を持ってきてですね、あと分子3%プラス、今回残存年,年数が5年ですが5分の100円から102引いてです、ね、それをあとは最後え、今のところ分子だったので、それを分母の102で割ってあげれば、2.54、 いくつとかなっていて、まあ下五入で2.55という形になります。あとはですね、まあ43の PBR の計算式も覚えておくと便利だと思いますので覚えていただき、あと45番のところのですね、えー、相関係数の話ですが、低減効果が最大になるのはゼロじゃなくマイナス1ということになってますが、これも結論せ必ず覚えておくと二級では役立つと思います。46から50の、えー、タックスですねタックスの話ですけども、うんと今回。 Shh. <sighs> ま、計算があったりして、まあ、ちょっと産休的には難しいかなというところがあるんですけれども、例えばじゃあ46番の一時所得の話ですけれども、今回、入ってきたお金600円、600万円で出てきたお金400万と、まあ、600から2百引け、400引けば200万と、で、200で、今回総所得金額に参入されるとあるので、まあ、つまり一時所得がプラ,プラスだった場合は2分の1かけられますから、もし200万であれば2分の1かけて100万、だから100万があるから2番が正解かというと違います。 一時所得の場合は年間最大で50万差し引くことができますから600から400さらに50万いた150の半分だから75万ということで一番が正解だという流れとなります。 あとは48がですねこれ損益通算可能な金額ということで誤解される方がいますが今回不動産の話ですけれども150万から300万引いたマイナス150万が不動産所得の金額であることは間違いありませんただし不動産所得のその今回150万のマイナス赤字が生じた場合のところに入っている土地の負債利子10万は 他の所得とと合算するき、これつまり損益通算するときには除外しなければいけないのでそうするとですね150万ではなくて150万から10万引いた140万が他の所得と合算できる所得なのでですから140万の一番がこれも正解だということになります続いて51から55の不動産なんですけれどもうんまあ例えば52番の定期借金 借地権の話は、公正証書で契約しなければいけないのは B2B なので、今回は2番の事業用定期借地権等は、これ、必ずですね公正証書によって契約ということで、ちなみに一般定期借地権は、公正証書などの書面、書面であればいいです。3番の建物譲渡特約付き借地権は要件ありませんから、口頭でもいいというふうになってますので、これも併せて理解しておいてください。 あとは54番のところの、えー、区分所有法のですね議決権の話がありますが、これ、まず、えー、自分だったら選択肢を見ますが、1番が3分の2、2番が4分の3、分えー、3が5分の4とありますが、この時点で1番は絶対にないです、あの3分の2は区分所有法ではありませんから、今回の場合は2と3の結局2択の問題になります、で今回、えーと、取り壊し、建、えー、て替えですが、これ5分の4ですね、5分の4になりますから、えー、3番ということになります。 次、あとはちょっとすみません、えー、飛ばして56から60のですね相続のところなんですけれども、えー、例えばあですが。 58の、まあ、心臓関係図ですか、まあ、これ2級でも必ずどこかで絡んできますので、心臓関係図の話ですが、今回、えー、と妻 B さんの法定相続分はとありますが、必ず相続の場合、順番を決めなければいけないので、今回、子供が、えー、心臓関係図上いないので、えー、じゃあ、第二順位のお父さん、お母さんはというと、えー、尊命でいらっしゃるので、そうすると、えー、第二順位のお父さん、お母さんで相続が確定しましたので、そうなると、妻が3分の2で、残りの3分の1をお父さん、お母さん2人で均等に半分しますから、 6分実数ということなので今回は2番の3分の2が正解ということになります。 あとは60番の貸しや建て付け地の評価額の計算式ですがこれ2級では覚え,てて覚えておいておいた方がいいのでこれは3番の事業地としての価格かける1マイナス借地権割合かける借家権割合かける賃貸割合と、まあ、これが正解ということになるので、まあ、ここのところ今申し上げたようなところを覚えておくと2級ではスムーズに進めますので今見たところって結局2級でもよく出てくるところなので今のうちにです、ね、先にやっていただくといいかなというふうふに思います。では 続いてですねじゃあ教会の実技に移りたいいと思いますで教会の実技は20問という形ではありますが、ちょっと計算用紙、まあ、ちょっと余白も多かったりはしますが、実際のところ、えー、と17ページまであって、まあ、16ページ分ですね問題としてあって、やはりボリュームは多いのかなというふうには思いますので、これ、60分ですよね。ですから、い、まあ、けるところしっかりやろうということで、例えば問1見ていただくと、今回は、えっ、ー、と、 ファイナンシャルプランニング業務を行うにあたっては関連業法を順守することが重要であるとで FP の行為に関する次の記述のうち最も不適切なものはどれかとあるんで誤、まあ、っているものはどれですかという形なんですが、まあ、こういうところで確認いただきたいのは個別具体的なものはもうアウトです。 ですから、例えば1番見ていただくとで必ずこれ資格がないという前提になりますから、えー、税理士資格を有していない FP が無料相談会サービスで通用という形で相談会において相談者の持参者資料に基づいて相談者が納付すべき所得税額を計算したということでこれ完全に個別具体的なところに踏み込んでますからこれは税理士でしかできない仕事なのでこれについては個別具体的だからアウトということでこれ1番が不適切だということ になりますでもちろんこういう時にはどうしたらいいのかというと、あの例えば、えー、相談者の所得が495万とかだったら、じゃあ500万だったらという形で、えーまあ、別の具体的な、えー、具体的というか、えーまあ、アバウトな金額に引き直した上でですねやっていけばいいんですが、495万をベースに計算していくと、これはちょっと細かい話ですが、税理証に抵触してしまうということなので、まあ、そこら辺は注意いただきたいというところになります。 続いて問2番のこれキャッシュフロー表のところですが、まあ、実はちょっと先ほど2級の問題も見てたんですけども、2級でも全く同じところが出てましたね。例えば今回、問2のところで、かっこいいとかっこうってありますが、あの2級の場合はかっこいいの金額、うんと2級の場合のはかっこいいがいくら、かっこうがいくらみたいな形で出てましたが、まあごめんなさい、かっこあと,あとうですね、ごめんなさいあとうが出てたんですが、まあはあはの まあ、あの変動率をかけていけば出て、で今回の場合は、イのところは単純に収入から支出引けば出ますし、うは前年の金融資産残高に1.01かけて、えー、今年の収支の197足してあげれば出るので、決して難しくはないと思うので、まあ、この問いの解き方なんですけども、これ、自分だったら、えーまあ、あはちょっと年数があるので面倒だと、だから2と3でいこうと。 で空欄の「い」はいくらかというとえ、まあ、先ほど申し上げたように654その年の収入654から支出合計の534引けばいいので120だからあこれ、丸だなってなると思います。 で、うについては、えー、1021と入ってますが、814、前年の金融資産残高814にかける例1.01をかけて、そこにですね、プラスで197を足してあげると、えー、1019.14万円と出るんで、で、波数は、えっ、ー、と、万円目は下五入になってますから、下五入は1019ですよね。だからあ、1019だから、だから、う、えー、が間違っているということで、3番が今回正解だということで、1番は解かなくても、2番と3番だけで今正解を持ってこれ 取れましたがで特に4種択一の場合でも3つ、例えば○かツかが分かれば必ず1つはそれが○かツかの推測できますから今みたいな形で特にあの FP 協会の実図は資料がすごく多いので全部やるんじゃなくてまあ、今の場合、イ「い」と「う」からスタートしてそれで正解出ればそれで終わりですから「あ」はやらなくてもいいかなという,ふうに思うんでそういう,ふうな順番で解いていただくといいかなと思います。 で第2問の金融なんですけれども、まあ、こちらについてはあの2級でも計算問題はまあ必ず出ますから、まあ、ここに書いてあるような PBR の計算式配当利回りの計算式配当成功の、えー、利回りとか ROE とか ROE とか。えー ここここここういううううういいいいい計算式はは覚えていただくととといのかなというふうに思うんででちょっもれ終わりますあとは問い4のところなんですけども今回あいうに何が入るかというところがありましたがまあ例えば ETF とか J d とはこれ頭に上場とついているのでつまり上場株式と同じ取り扱いですからとなると結局はですねうの,のところなんですが今回うを見ていただくとクーラーうに入る5区は証券取引所が定めた手数料率を一定に適用とあり いますが上場株式って別に証券取引所が定めた手数料じゃなくて証,、えー、証券会社が定めた独自の手数料になっていると思うんで、えー、証券会社ごとに金額って違いますから同じく ETF とか J リートもそのような形になるので、まあ、ここのところはですね上場株式と同じだろうという,ふうに考えていただければいいんじゃないかなという,ふうに思います。 で問い後のところですが、これは一言で申し上げると、金東市で今回、金地金の売却ですが、金地金の売却は譲渡所得です、譲渡所得って3つあって、土地建物、そして株式あって、それ以外という、この今回の場合、それ以外のところに入ってきますので、雑所得ではなくて、譲渡所得となります。では、第3問のこれは、えー、とあれですね。えー、と 不動産ですね不動産ですけども、こちらが先ほど学科でもありました、ちょっとそこでせっかくなんでここで申し上げさせていただくと、あの必ず3級も2級も午前中は学科試験です、で午後、休憩挟んで、その後実技試験になっていくんですけども、あの FP 試験だけはですね午前中できなかったところは必ずお休み中に確認していただきたいとなぜかというと、えっと、 あの、範囲は同じですが、聞き方が、まあ、さっきみたいに、学科は整合問題か三四択一かという違いがありますが、え、午後のですね、実技試験は、どれもすべて、すべてじゃないな、えと、三四択一、う学、あの、教会実技は三四択一に必ずなりますから、という、そういうことなので、もしわからないところ調べておけば、今回、正解取ることもできて、で、例えばまさに問い録がですね、え、建物登記記録の話で、え、まあ、表題部と権利部で、さっき高校をつくと言いましたが、 のの中の広告をつくとというとこなんででそれ調べておけばですね直前に調べた調べておいたことは多分ですね頭に入っていると思うのでもし、えー、午前中のですね学科試験で、えー、ここのところ怪しいなと思えば調べておけばこれ、えー、正解取れると思うんでそういうことをやっていただきたいので FP 試験だけはですねできなかった内容必ず引きずってそれを調べてもらって対応していくというふうにあれば得点、えー、今回の場合とこれで5点拾えますから、ね、5点拾えるということなのでそのようにやっていただければと思います。 ははいでは続いて、第4問のリスクですが、これは保険証券の読み取りという風になっていますで。保険証券の読み取りは2級でも必ず出ていくので、えー、まあこれはここだけじゃなく2級のところでもしっかり対応できるようになっていただきたいんですが、今回の場合は、えー、怪我で手術受けてさらに入院したという場合ですが、今回はまあポイントは、えー、いくら払われるのかというところで、まあ、今回は、あの、 資料の、えー、ご契約内容のところの入院給付金見ていただくと 病気やけがで2日以上継続入院のときには、まあ、入院開始日を含めて1日目から支払いますと。ところがその下に同一自由の1回の入院給付金の支払い限度が60日となってますから、えー、初日から60日のつまり5000円かける60日の30万までは同一の自由では払うけど、61日目からは払いませんよと言っているので、今回63日入院しているので60日分の30万円と、 今回、手術が20倍ですから 5000×20 倍で10万つまり40万円という2番が正解だということなのでこういう時はしっかり資料のそういうところ何日まで払われるかと何日から払われるかで問題によっては例えば5日目から払うというケースもあったりするので。 まあ近年は日帰り入院からも払いますが今みたいに1泊、要は2日以上の入院で初日から払うとかえ5日目から払うとき4日目までは面積とかあったりしますからえそこは確認しておいてください。はい、えとあとは、あ一教が地震保険の話ですこれも学科で地震保険の全 大,大中小とかあったと思うんですよで、そういうことがあるんでここも地震保険ちょっと確認してみようかということで確認いただければいいのかなとただちょっと保険料の話はないと思うんでここでお話ししますと地震保険の保険料はどの会社で書いても保険料必ず一緒です同一になります、えー、ですから地震保険は、えー、地震保険で会社を選ぶんじゃなくて、えー、まあ 建物とか家財の保険料保険会社を決めたらそこで入るというのが一般的な流れなので地震保険料は本当にどこで見積もり取っても全く同じ計算に必ずなりますのでそのような形で理解しておいていただきたいと思います続いて第5問のタックスのところですがちょっと問11が医療費控除の問題があるので見ていくとですね、まあ、今回 お二人夫婦お二人で守さんと妻の分なんですけども今回人間ドックで5万円払ってその後入院費用で22万払いましたが、まあ、下の米印見ると人間ドック行って重大疾病が発見されたのですぐに入院して,てですね、えー 入院して今22万払ったということなので、まあ、この場合は初めの人間どこの費用も含めてなので、5万プラス22万、えー、これが医療費控除の対象になっていくんですけども、ただ今回、入院給付金を8万もらっているので、5万プラス22万から8万を引いた金額と、あと妻のビタミン剤はこれ対象になりません、予防とかなのでビタミン剤はダメで、ところが風、風邪のための市販の風邪薬、これはまあ病気だから薬を買ったので、3000円は対象になるんで、 えーまあ、5万プラス22万引くことの8万プラス3000円で今回この、えー、と浅見さんの所得は700万となってますから、まあ、この場合は足切り金額10万円ですから10万引いてあげると9万3000円ということになります。で級だからここまで、えー、伝える必要はないとは思うんですが例えば今回8万円の入院給付金もらってますが例えばもし5万しかもらわなかったら5万しかもらえー、と5万しかもらわなかった たえー、ちょっと待って下さいね。 失礼します5万じゃないなな万じゃなくて例えば30万もらったら、えー、30万もらったらどうなるかというと、えー、5万プラス22万そこから30万引くと引き切れない金額が出てきますでもこれは同一入院については3万の赤字、えー、マイナスはこれ0円になりますからただ今回そうするともうあのあの風邪薬の購入しかないのでこれは使えないんですけども,あのもし今みたいな形で8万じゃなくて30万、えー 給付金もらった場合には、まあ、同一の治療での話なので5万プラス22万から30万引いて計算上マイナス3万かもしれませんが0円というふうに計算していくので忘れないようにしていただければと思います、はい、では続いて第6問の相続に移りますで今回の場合だとです、ね、問13番が、えー、と相続人と法定相続部の組み合わせという形ですが この場合、ご主人も亡くなっていて、お子さんが3人ですね、順、えー、一さん、幸恵さん、えー、と、あと、麻紀さんですか ?3 人いますが、順、えー、一さんは相続放棄していますし、麻紀さんはすでに死亡、亡くなっていて、子供の、ゆうとさんでいいですかね、ゆうとさんがいらっしゃるということで、大衆相続発生しますから、そうすると相続人がゆうきえさんとゆうとさんの2人ということで、半分ずつの2分の1ということで、2番が正解だということになります。 はい、あとは、まあ、14は贈与税の計算、贈、まあ、与税の場合は、これ、えー、即算表、どちらを選ぶかだけの話なので、えー、今回は30歳の村瀬さんが、 とお父さんと、えー、ごめんなさいお母さんとおじいちゃんから贈与を受けましたという話なので、まあ、ここでは550プラス50そこから歴年の110万を引いてあとは、えー、即算表、イを使うのかロを使うのかの話ですがこれは20歳以上、まあえー、村瀬さんも30歳ですから20歳以上ですからイのところの税率を使っていけばいいというそれだけの話なので、まあ、ここは、えー、どちらの即算表を使うのかそこだけがポイントとなります。 ととちょっと不動産は割愛させていただきまして第7問のところのですね、まあ、あの説明のところでじゃあちょっと問16いきます問16のところですがこれは柴田家のバランスシートということで、えー、左側通常借り方といいますが借り方が資産右側これ通常貸し方といいますが負債と純資産がありましてこれ必ず合計すると、えー、借り方と貸し方は一致します でその中で純資産というのは、えー、資産から負債を引いて求めることもできますがここではですねあくまでも FP が作る、えー、バランスシートは時価で計算しなければいけないので買った時の金額ではなく今売ったらいくらなのかとかそういう形なので、えー、当然今回の産休では時価情報しか載ってませんかそれを、えー、加算・減算していけばいいということになっているのでそれをやっていけば求められます。 でこれ2級では必ず、2級でも必ず、もうちょっと細かい、もちろん細かい数字が出てきますけども、純資産価格を求めさせて、確かこれ、金額を自分で書かなければいけないはずなので、まあ、2級の場合は、純資産額を自分で金額を書くという形で、まあ、大体100点満点で3点取れるような形になってますので、これ、必ず出るんで、しっかりできるようになっていただきたいと思います。また問い他のの機会ででで、もしゃべれるんんすが、ところ今、まあ、今回大地さんは今後10年間、ね 建て貯蓄をして老後の資金として350万準備したいと、でこれ2、日ーで運用しながら、えー、350万準備すると書いてあります。ということは、運用しなくても年間10年間で積み立てしていくわけですから、年間35万を10回積んでいけば350万になります。ということは、ちょっと選択肢、1、2、3見ていただくと、35万準備すればいいのに、39万というのはありえないと思うんですね。だかかかららこのの時点で番番番もあありりえななないから1番ととどっちかっちますあとはそうなってきた時に 350万に係数早見表のこの3つ原価係数から、資本回収係数、減災基金係数って3つありますけれども、原価係数やるとおかしくなるので、これはありえないので、資本回収係数か減災基金係数がどっちかです。もうこの場合、簡単です。3 5十に点1 1 1 3 3と3 5十に0零9 1 3 3かけて、ふさわしいものを使えばいいので、でこれやるとです、ね、資本回収係数やると39万になってくるのでありえないので、減災基金係数をかける。 と31万9655円ということで32万の2番が正解だということなのでこういうふうにやっていけばいいのであの無理して覚えようとしなくても今みたいに考えていけば答えられるんじゃないかなという,ふうに思います。 と、はい、ということでちょっとあとはすいません飛ばさせていただきたいなと思いますので、まあ、こういうふうにやっていけばですね、まあ、確かに資料とかたくさんあるかもしれませんが分かるところから丁寧にやっていけば必ず6割は取れると思うのであの決して難しいあの時間はかかるかもしれませんが、えー、全部やろうとするんじゃなくてさっきみたいに3つある中でも例えば2番目からやっていって、まあ、時間かかるものを後回しにして2番3番からやっていって答えが出ればそれでいいと思うのでそういう形で解いていただければなというふうに思います。 はい、では続いて金材の個人資産相談業務の簡単な解説をさせていただこうと思います。 で個人資産相談業務にはリスクはありませんから、えー、ライフ、金融不、えー、タックス、不動産相続の5科目からなっているということで、まあ、大体第1問は年金絡みの計算になるということで、で今回はまあ2番が4点ということでしたが、まあ、問いだけちょっと見ていきますと、えー、こちら計算式、まあ、どれが正しいのかということで計算式がまあ,あってで、ここでは分子が450、480、510というところがありますが、えーこれは老齢 老齢基礎年金の話なので、老齢基礎年金は20歳から60歳の40年間にかけた、えー、場合になるので、えー、分子が480を超えることは基本,ない基本というかないので、だから、えー、3番の480分の510はありえないので、あとは1番、2番、どっちなのかという話なんですが、ただこれはよくよく見ていただくと、この480というのは、節例の,の中にある、えっ、ー、とですね、 22歳から65歳の全部を足した192プラス318を足したのが510十、ね、なっているので、だから、ごめんなさい、それでいいんですけども、480は20から60歳まで満額払ったことを前提ですが、今回この人は20歳から22歳の30か月、これ払っていません、えー未の、未加入期間になってますが、これは、えー、もらえないので、480から、えー、とこの場合、30月を引 いた450月が正解なので、まあ今回一番が正解だということになります。ちょっと後は突破させていただいて、次えっ、ー、と金融なんですけども今回は。 投資信託による資産運用を始めたいということで、まあ、投資信託絡みの問題だということで、まあ、問い用については、えー、これは費用と書いてありますが、要は説明からの読み取りなので、まあ、ノーロードというのは購入時手数料かからないファンドだよとか、まあ、そんなようなことが書いてあるまで、まあ、こちらはそれでいいと思いますし、あとニーサについては、やはり今でもニーサは非常に重要性が高いので、まあニーサはいくつか種類あるので、そこのところを確認いただければいいんじゃないかなというふうに思います。 続いて第3問のタックスなんですけれども、えー、今回ちょっといやらしうんーここはいやらしくないか、えー、で例えば、えー、第3問の問7なんですけども青色申告制度に関するお話ですか。 これは制度改正があったところなので、E-Tax を使わないと今は、えー、最大65万使えなくなってますね。E-Tax 以外にも、まあ、電子帳簿保存を行えばいいとありますが、まあ、基本電子申告をすればですね65万受けられますが、ただこれはあくまでも法定申告期限、通常は3月15日までなので、3月15日までに提出すれば65万ですが、これが1日でも遅れてしまうと10万円に下がってしまいますので、そこが丸1、丸2番の話です。あとは、えーまあ いいと思うんでこれだけできれば3倍選べると思うんで今はえと青色申告の金額は原則10万あと55万と65万というふうになっておりますのであの電子申告しないと55万ですからごめんなさい電子申告しないと55万というふうになってるので105565の内容をしっかりつかんでいただきたいと思いますはいであとはですねまあ問いきはよろしいかなと思うんで ちょっと細かくなるので、ここは割愛させていただきます。で、第4問の不動産ですが、まあ、こういう形の基本はですね、えー、問題になるかと思うので、ただ今回新しいところが入っているので、まあ、産休できたかなというところなんですが、ちょっと今回説明のところで、えー、高土地がありますで。高土地の右側に上から用途地域から始まって指定憲兵率、指定容積率、あとは、えっ、ー、と、全面道路福井による容積率の制限、さらに防火規制とありますが、えー、特に、 あの憲兵率の場合は緩和になってくるんで緩和される時には今までは防火地域内に対価建築物を建てれば10%緩和とかいう話があったんですが今回は防火規制が順防火 で、今回はそこに対価建築物を建てますので、これだけでも10%緩和となってきます。ただし、注意いただきたいのが、今回、近隣商業ということで、指定憲兵率が80%ですが、この80%なんですけども、もしですよ、もし、これが防火地域内にある対価建築物であれば、これだけで100%。 規制がなくなって80じゃなくて100%すべて、えー、つまり、高土地、目いっぱい建物建てられるんですが、順防価地域内に耐火建築物を建てる場合は10%しか緩和されませんから、だから今回、過土地でもありませんから10、10%が緩和されるので、90%、面積に90%かけた360平米が、えー、憲兵率の上限となる建築面積になります。あとは 容石率の話ですが容石率の場合は全面道路の付近制限1 2ル未満の場合についてはこちら制限を受けますので今回全面道路6メートルですから 6×10 分の6つまり360パーと300パー比較して低いものになるんでつまりもともとの指定容石率300パーこれを使っていくので 400×3×1200 英米ということで2番が正解という形になりますという形なので、まあ、ちょっとここ難しいかもしれませんがあ慣れてくると非常にスムーズにいけるかなと思います。 で2級はこれ必ず出ますのでしっかりこの内容を理解してください。で最後に第5問の相続なんですが、えー、こちらについてはやはりあ遺言については、えー、民法の改正が2度ほどあったので、まあ、そこの内容が今回出ていますが県任は家庭裁判所になりますから、えー、法務局ではありません。ただし、えー 遺の保管制度を利用した場合については法務局に提出しておりますが、えー、まあ法務局の職員が確認しているので兼任は不要というところも併せて確認いただけるといいかなと思います。あとはは問いいにについて遺遺産にかかる、えー、遺産るの、えーと 相続税額の総額を求めるような問題になってますが、今回は相続人が妻と子供2人なので、2億9000万を2分の1した1億4500万の相続税額と、2億9000万を4分の1した金額、そこのですね税額を2人分かけてあげた合計が今回7千5 0万になりますので、それが正解ということになっていくので、で2級の金財では通常はこの相続税額の総額、必ずこれ、求めるような、求めるような もうちょっと細かい話になってくるんで、えー、この計算の仕方をしっかり理解いただければというふうに思います。ということでですねこれで、えー、学科試験と実技試験は2科目分確認してきましたけれどもあのまあ 3級の試験は通常の学習されていれば合格できると思いますがただ先ほど冒頭でも申し上げました通り、あり3級で高得点取れたからといって2級で高得点が取れるわけではありませんのでしっかり覚えるべきところあの丸抜のところがしっかり判断できないと2級ではあの点数伸びませんから今日申し上げたようなところえこのえ例えばえ記述についてはこれで覚えてくださいといったところを覚えておけば2級でもですね点数が取れていくのでぜひそういう形でえ2級に進んで いただけたらと思いますではこれをもちまして f p 三級本試験の公表を終わりたいと思いますお疲れ様でした